しろ。もうこれ以上待つ必要もないだろ。早く行かなければ学校に遅れるぞ。まだ大丈夫だよ。それに普段はよく待ってもらっているんだから、置いていったら悪いよ。まだ5分と待っていないんだしね。向こうは好きで待っているのだろう。まあでも。特に待ち合わせを取り決めているわけでもないのだから、何もお前が合わせてやる必要はないではないか。確かに約束しているわけじゃないけどさ。もう行くぞ。もう少しだけ待ってあげようよ。まだまだ登校には余裕あるしさ。お前はあの二人に甘すぎるぞ。え、なんだよ急に。お前がこうやって甘やかすから、あの二人僕は別に構わないけど、やっぱりさ、ほら、あまり先輩だからとか後輩だからとか言って壁を作っても。そういう意味での慣れ慣れしいではない。次元の話で。それはどうでもいいのだ。つまりだな、私が言いたいのは、あまりあの二人を甘やかすなということだ。Thank you.
かればいい。そういうわけだから、やはりここは厳しくあの二人を待たずにだな。それとこれとはまた別だよ。みんなで行った方が楽しくていいでしょ。私は楽しくないぞ。ほら、来たよ。二人ともおはよう。おはようございます。すいません、先輩、お待たせしてしまって。全然待っていないから気にしないでよ。ありがとうございます。なんかこの時期ってついつい寝過ごしちゃうよね。そうそうそうなんですよね。なんかこうつい寝過ごしちゃうっていうか、それで起きたらもう部屋を出る10分くらい前でプリネと二人して慌てて支度して走って出てきたんですよ。
も私はいつもプリネに起こしてもらっているんですけどね。だからあの子が寝坊しちゃうと必然的に私も。よかった、起こしてもらっているのは僕だけじゃなかった。朝から大変だったみたいだね。ペルセ、朝のこと、もう先輩に話したの？ん？ああ、うん、話しちゃった。変なこと聞いてごめん。その、違うんです。昨日はたまたま、その夜中に一度目が覚めてしまって、それから寝直したらそのまま。そうなんだ、それだと仕方ないよね。痛いって。あ、そうですよね、ただでさえ少し遅いんですもんね。急いで学校に行きましょう。おい、私はフォロンにだけ言っているのだぞ。お前はあそこでずっと喋っていればいいだろう。あそこに一人でいたって話す相手がいないじゃないですか。木、草、寮の壁。木も草も壁も返事をしてくれないじゃないですか。その代わりずっとお前の話を聞いていてくれるぞ。あ、そうですね。じゃなくて、どうしてコージカルデさんはすぐそういうこと言うんですか？意地悪ですよ。お前がフォローにすぐ近寄ってくるからだ。何度も言っているが、これは私のだぞ。まずその手を離せ。
メです。世紀に記されている祖人がこの世で最初の新曲を奏で世界を作ったという説と、そもそも祖人などは存在せず話に出てくる八体の神霊、今では始祖精霊と呼ばれていますが、彼女たちが世界を作ったという説もあります。あるいはこの始祖精霊とは祖人の持つ4つの楽器と4つの口をそれぞれ象徴するものであるとする説もありますね。要するに祖人の持つさまざまな側面にそれぞれ象徴としての人格を与えたのが始祖精霊たちである。いずれにしてもその決定的な証拠となるようなものは一度も発見されておらず、ただ言い伝えや伝説といった形で無数に伝わっているだけであります。眠っている時は可愛いもんだよね。
史だって面白いのにな。フォーロン。ああ、レンバルト。おはよう。おはようさん。レンバルト、今日も二限から登校ですか？まあね。歴史だって出ておいでよ。いろいろ面白いよ。おう、気が向いたらな。気分次第ですか。おうよ、歴史の講義って基礎の時に習った内容と同じことを繰り返しているだけだろ。もう覚えたからいいや。Thank you.
それはそうと、次実習室だろ。そろそろ行こうぜ。あ、そういえば、あれ、次の授業が実習室なら、どうしてわざわざ教室に寄ったの？2年から来たのなら直接あっち行った方が早いよね。何言ってるの？お前そりゃ親友を迎えに来たに決まってるだろ。俺はな、義に熱い男なんだよ。冗談でも嬉しいよ。やっぱり何年かしたらすげえ女泣かせになるんだろうな。っていうかもうすでになってるか。え？なんで？そこで心底本気でなんでって聞けるからだよ。え、なんで？あ、じゃなくて、でも、それよりさ、ほれ、早くそこで爆睡してるちびっこを起こせよ。教室移動するよ。ほら起きて。やっぱちびっこ面白い。ほら、コーティーってば。よし、ここは俺に任せろ。え？いた！うわー、何をする！
ちょっと待って、コーティ。僕じゃないよ、レンバルトが。だから犯人は彼だと。あれ、できているのだろうな。私の安らかなる眠りを暴力によって妨げた罪は重いぞ。いや、ちょっと待って。そうだよ、暴力はいけないよね。暴力はとりあえず落ち着いて話し合うべきだと思わない？暴力は暴力で、血は血で、痛みは同じ痛みでもってのみあがなわれる。それが歴史の示す事実だ。悲しい結論だよね、それ。仕返しだ。だから僕じゃないって。この度は我々コマンディアパブリックコープの訪問見学を受け入れていただきありがとうございます。新曲学院としては我々にはまだ何かと経験不足なことが多々ありますので、いろいろと参考にさせていただきます。はい、うちもまだまだ足りないところなどもありますが、ゆっくりとくつろいでいってくださいな。